須川須川にかかる橋梁の一覧ときわ橋ときわ橋は、山形県山形市に存在する、埼上川水系須川にかかる橋梁。山形県道51号山形上野山線が通過しており、山形市桜谷市と片谷地を結んでいる、旧州街道の一部である。現在は、鋼鉄とコンクリート造りだが、明治時代には、石橋で五連のアーチが特徴のメガネ橋であり、 高橋ゆ一の絵画にも描かれた。江戸時代には1752年に加強された坂巻橋があり土橋であった。坂巻の地名は現在も近隣の坂巻公園や大本線の坂巻湖線橋として存在している。菅川にかかる時は8881から82年頃東京国立博物館高橋ゆ一が明治初期県令。 三島道常による山形県内道路改修工事の一環として整備され、石橋で五連のアーチが特徴のメガネ橋となった。1878年に計画、加強され、建設式は10棟出資、原口博之雇いり、奥の鋳造予算1万6000円であった。後に加強された福島県内にある忍共と同じく、 三影石で作られ、白く輝く五連のアーチが非常に美しく、五つ目と称された。1890年に出水で落橋してしまったため、現存していない。落橋の数年後に目標がかけられ、昭和に入っても使用された。高橋唯一の会が、南村山国吉原村神道の内須川に化する常磐橋の図として有名である。 絵画になったのは1881年から1882年頃とされる。絵画と同じアングルの写真が残されているが、多くの資料で撮影者は不明とされている。しかし、山形県の記録では絵画を、高橋由一、写真を、菊池神学に依頼とある。色変えぬ松に、よそえて、あずまじの時はの橋にかかる、藤波という金曜集。 太陽天示の歌にちなんで命名されたと言われている。東京日本橋にも同名の石橋が存在し、同等以上のものが山形に存在するのだと、当時の県令、三島道常はアピールした。全国的にも石橋が整備されていない、明治初期になぜこれほどの道路整備事業が必要だったのか。それは、山形の経済が強く結びついていたのが、東京ではなく、 大阪だったことが挙げられる。もがみ川の水運が発達していて、天下の台所大阪と結ばれていればそれほど困らなかったのだろう。道路網は貧弱だった。しかし、明治維新政府としては、東京集権を果たしたいため、道なき道でしかなかった街道を物流と権威の幹線として整備する必要があったのである。そこで馬車の通れる幅広い道、 丈夫な石橋が作られていったのである。衣装の美しさは、県令三島道常と県管理、原口博之が銀座レンガ街建設に関わっていたことが大きい。ただ頑丈なだけでは、権威がついてこないことをよく理解していたからである。そして、明治天皇の東北巡行が行われた。国家権力の象徴たる天皇が巡行するに、ふさわしい街道が必要だったことも、 理由の一つである。当時、山形を訪れた、英国人女性イザベラバードが語ったことを、三島道継関係文書が伝えている。山形地域に入ると、道は広く整備され、馬車の往来も活発で、東京近郊に戻ったようだった。故郷の英国にあるような、美しい石橋がありとても嬉しくなった。 完成直前のその橋で建設技師からお茶を誘われ、建設図面や苦労話などをいろいろ聞かせてもらった。当時の英国人から見ても美しい橋だったことが伺える。東京とのつながりが太くなり、経済が活発になったことで山形県は発展した。他県では鬼県霊と言われた三島道常が過酷な税と民権運動の弾圧があったにもかかわらず、 山形県では評価が高いのはこの辺が理由である。すでに東京との街道が整備されていた福島県、鉄道の時代になりつつあった栃木県では道常の評価が低いのも頷ける。経済的な恩恵がなかったからである。現在の橋梁は1970年に加橋された。鋼鉄及びコンクリート製である。2000年、縦の内橋がやや下流に完成し、 山形県道51号山形上野山線のバイパスはそちらを通過するようになった。ありがとうございます。